ピンポンパンポーン。さて、今日のトランスフォーマーは、前回までのあらすじ、ついにメガトロン一行の前にクインテスタが作った最終兵器ギルトールが現れた。ギルトールの執拗な攻撃に苦戦するメガトロン一行だったが、クインテスタの命令で退却したことによって難を逃れた。メガトロンはギルトールの恐ろしい攻撃力に立ち向かうため、オールスパークの力を借り、スパークアーマーを装着、オプティマスプライマルと共にクインテスタのアジトへと乗り込んでいった。だが、オールスパークから作られたプライマーアーマーを着込んでもなお、ギルトールの圧倒的な攻撃力の前には苦戦を強いられていた。その頃、サイバトロンのバンブルとマイスターはスタースクリームの持っていたスパークアーマーを取りに洞窟のアジトへと向かっていたのだった。全トランスフォーマーの運命をかけた戦いに今決着がつこうとしていた。そしてここは宇宙空間。洗脳光線を破壊されたクインテッサはアストロトレインを利用し、自らの星に戻って新しい洗脳光線を作ろうとしていた。アトロスピードワギカアストロトレイン、早く母星に戻って洗脳光線を作り直さなければいかんのだ。へえ、まったく、なんで俺がこんなこと。そうだ、いいこと考えた。おい、今の音は何だ。エンジンが止まってしまったぞ。悪いな、クインテッサ、エンジントラブルみてえだ。すまねえが、後ろのバーニアのところに行って修理してくれねえか。なぜわしがそんなことをしなければいかんのだ。自分の体なんだから自分で何とかしよう。俺様のエンジンが直らなければ、いつまでたってもお前は自分たちの星に帰れないぜ。さあ、どうする、やるのか。えくそ、やむを得な。まったく面倒なポンコツロボットどもめ。その時である、トランスフォーム。へっ、まんまと引っ掛けりやがったな、このタコ野郎。俺様はどこも行かれてなんかいないのさ。貴様、よくも騙してくれたな。へっ、てめえら俺の外に放り出すための作戦だったのさ。これでも食らえ。うわぁ、おのれ、やばいな、トランスフォーマーも、いつか復讐してやるから。へっへっへっ、そのまんま宇宙空間をずっと永遠にお散歩してる。さて、俺は地球に戻って、あのギルトールとかいうコンボイもどきをぶっ潰してやるぜ。行くぞ。その頃、ぐわっ、戦いはなおも続いていた。おのれ、ただでさえ戦闘能力が高いのに、傷を負わせてもすぐに回復するから全く歯が立たん。やはりオールスパークの力を使ってもダメなのか。メガトロン、おお、これでも食え。うわあ、プライマル、2対1ならばこっちの方が有利だ。それはどうかな、メガトロン。ん、我々以外にも仲間はいるぞ。ああ、そうとも、サイバトロン戦士デストロン軍団アタック。うわあ、おお、仲間たちを解放したのか。このワーパス様の一撃を受けてみろ。グワー、ドラッグ、奴の武器を狙うんだ。アイオストリーク、これでも食らえ。グワー、グワー、あいつめ、手も足も出ないぞ。よし、このままギルトールをひねり潰してしまおうぜ。ところがである、無駄なあがきだ。うわだだだだだ、うわー、グワー、やはりいくら人数が集まっても奴の前には無力か。その頃、バンブルとマイスターは、準備は OK かね、バンブル君。ああ、いつでもいいよ。このオールスパークの力でギルトールを徹底的に追い詰めてやるんだ。よく似合っとるよ、お前さんたち。あ、ホイールジャック、お前さんたちに嬉しいお知らせだ。重傷を負っていたアラートが復活したぞ。みんな、心配かけてすまなかったな。アラート、我々からも君に嬉しいお知らせだ。仲間たちの洗脳が解けたようだぞ。お、それではインフェルノも。ああ、もちろんさ。でも今はクインテッサの作った最終兵器で仲間たちがピンチなんだ。では急いで助けねば。これで仲間たちの修理は全員終わったよ、サウンドウェーブ。ご苦労だった、ジンワット。なんだか体がとっても軽いな。一体どうやって俺たちを治してくれたんだ。私のタイムトラベル機能を使って君たちの体を負傷する前の時間に戻したのさ。
だからお前さんたちは今傷一つもなくピンピンしとるというわけさ。さあデストロン軍団、メガトーン様を救いに行くぞ。あ、おう、およ。だーぎゃっ、大丈夫か、サンストリーか。負傷者も大勢出てきた。これ以上戦うのは危険だ。なんでこんなに攻撃を当ててるのに奴はピンピンしてるんだ。奴には体を回復させる機能がある。おそらく手足を切り落としたとしてもすぐに再生するだろう。何か奴を極限状態まで追い込む方法があれば。方法ならあるぞプライマル。おう、うぅ、くらえ。うさあこいつを受けてみな、コンボイモド決め。マイスター副官バンブル、あれはスパークアーマーじゃねえのか。ああ、そうとも、スタースクリームが着ていたやつだよ。こしゃくなザコどもめ。おっと、後ろがガラ空きだよ。ぐーっ、はだせはだせ、くらえギルトール。ぐーっ、よし、我々も休まず攻撃を続けろ。あガジェットにホイスト、今のうちに負傷した仲間たちをリペアルームへ。ああ、分かったよプライマル。もう大丈夫だ、すぐに直してあげるからね。目標確認、ジェツランドもアタックだ。おう、うわうわ、行くぜ。さあ行くぞ化け物め、これでも食らえ。うわうわうわ、レーザーウェーブにリフレクター、それにジェットランたちまで。君たち重傷を負ってたはずじゃ。いやいや、私が修理したんだよ、トランスフォーム。タイムトラベル装置なら体の時間を戻すこともたやすいことだよ。お、また誰か来たのか。へへ、やっほー、帰ってきたぜ、アストロトレインじゃねえか。お前さん、クイッテッサはどうしたんだ。あまりに態度が悪い乗客だったんで宇宙空間に放り出してやったぜ。アストロトレインにレーザーウェーブ、お前たちのスパークアーマーだ、受け取れ。おお、それはスタースクリームが身にまとっていたもの。へっ、気が利くじゃねえかサイバトロンども。私が奴の周りの時間を止めるから、その隙にお前さんたちはありったけの爆弾を打ち込め。よし、わかったぜ、時間よ止まれ。うわ、今だ、くらえ。うわうわ、すげえ、やったか。どう思うね、さすがにこんな姿になってしまっては奴も復活は無理だろう。いや、また復活するぞ。おー、勝った。うわー、なんだこれは。エネルギーがどんどんなくなっていく。その通り、今撃った銃弾はエネルギーを吸い取るもの。お前たちのエネルギーの消費を格段に早くしていくものだ。うわっ、くっ、あれ、俺たちはなんともないぞ。おそらくスパークアーマーを着ているからだ。メガトロン、私も奴の攻撃を受けてしまった。エネルギーがどんどんなくなって。プライマル、スパークアーマーを着ている者以外は全員退却だ。エネルギーがなくなって死んでしまうぞ。そう、俺たちだけでどう戦えって言うんだよ。戦うことはできても遅かれ早かれ奴に殺されてしまうぞ。うわ、ならば方法は一つしかあるまい。どうなさるおつもりですかメガトロン様。お前たちのスパークアーマーとは違い、わしのスパークアーマーはオールスパーク本体から作られたもの。この力を使って奴をわしもろともオールスパークの中へ封印する。そんなメガトロン、自らを犠牲にするつもりか。だが、あんなものがいつまでも存在していたら、死んだコンボイも胸を痛めることだろう。それにだ、コンボイがいなくなった今、わしが存在する必要もなくなったということだ。ですが、この先のトランスフォーマーの未来は、あなたなしではどうするおつもりなのですか。お前たち自身が切り開くのだ。もうわしの力は必要ないはず。さあギルトール、そろそろお別れの時間だ。行くぞ、ノリグラー。さあオールスパークよ、
我が肉体をこやつもろとも封印するのだ。やめろ、メガトロン様、メガトロン様。メガトロン消えてしまった。だがクインテッサの野望を潰すというメガトロン様の目的は果たされた。ああ、犠牲は大きかったかな。そしてここは洞窟のアジト。やっと戻ったぜ。あともう少し遅かったらエネルギーがゼロになって死んでたところだったな。おい、あれを見ろ、アストロトレインが戻ってきたぞ。アストロトレイン、アストロトレイン、アストロトレイン、アストロトレイン。メガトロン様は、メガトロン様は。ところ変わって、オプティマスプライマルの宇宙船内部。そうか、彼はウォールスパークと一つになったのか。ああ、塵一つ残さず消えてしまったよ、メガトロン様。洞窟の基地にいる者たちにはアストロトレインが報告しに行ってくれた。直にセイバートロン星にいる奴の部下にも伝わることだろう。私は未来で記された奴のデータを見て、奴は血も涙もない暴君だと思っていた。だが過去の世界で奴と接しているうちに、それは大きな間違いだと気づいた。奴は常に全トランスフォーマーのためを思って戦っていたとは。プライマル。そして本当に言ってしまうのか、プライマル。ああ、私の戦場はこの時代ではない。私は私の時代で倒すべき宿敵と戦う。そうか、頑張ってくれよプライマル。いや、ビーストコンボイ。ああ、では我々デストロン軍団は一旦地球を離れるとしよう。おいおい、俺たちと一緒にセイバトロン星を復興させるんじゃないのか。勘違いすんなよサイバトロンども、俺たちはお前たちの仲間になったわけじゃねえ。その通り、俺たちは宇宙を巡ってデストロン軍団を率いてくれるニューリーダーを探す。それまでお前たちサイバトロンとの勝負はお預けってことだぜ。なるほどな、その方が戦いがいがあるってもんだぜ。そうと決まったら全は急げだ。アストロトレイン、シャトルモードにトランスフォームしてくれ。はいはい、分かったよ。まったく、宇宙から戻ってきたばっかりなのに人使いが荒すぎるぜ。私もそろそろ行くとしよう。ジグワット、頼む。ああ、分かったよ。それでは行こう、千年後の未来へ。お、さらばだ諸君。じゃあな、アバよ、未来で会おうぜ。行ってしまった。さあ、我々は自分たちの仕事に取り掛かるとしよう。あ、おう。こうして全トランスフォーマーの運命をかけた戦いは幕を閉じたのだった。そしてここは千年後の未来。ありがとうジグワット。わしにできるのはここまでだプライマル。あとはお前さん自身の力で未来を切り開くんだ。無論だとも、必ずこの戦いに勝利し未来を救ってみせる。うむ、それこそオプティマスプライマル、いやビーストコンボイだ。ではさらばだ。さて、帰ったらまずライノックスにリペアをしてもらわねば。ど、うわぁ、ぬ、ぬぁラトル、チータース、はあ、久しぶりだな、ビーストコンボイよ。そんな、バカな。ビーストコンボイが帰ってきた世界で出会ったメガトロンらしき影。果たして、奴は何者なのだろうか。